英国放送協会 BBC が世界に誇ります600時間以上にも及ぶ映像コンテンツをオンライン動画配信サービス Hulu にて日本で初めて配信することになりました。これを記念しまして本日はですね、素敵なゲストの方々をお迎えいたしまして、 BBC を Hulu で楽しむ方法と効用などについて特別講座を開催させていただきたいと思っております。脳科学者茂木健一郎さんとフリーキャスターの滝川クリステルさんです。この BBC とまあフルが一緒にコラボをするっていうのはすごく画期的なことだと思って今日発声参じました。ありがとうございます。私は、まあ、番組をたまに自宅で見たりもするんですけども、まあ、特にちょっとニュースが多いんですけれども、うん、あとはその他の番組で BBC のネイチャーもののプレゼンターをやっておりますので、はい、そういう意味でも縁がありまして、動物が大好き、動物が大好きなので、自然と動物が、はいはい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、この BBC 作品の魅力についていろいろお伺いしたいんですけども、茂木さん、この BBC のこのコンテンツの魅力っていうのはどういったところがまず出てきますか？まあね、滝川さんというとちょっと富士の斜め45度のイメージが未だにありますけど、斜め45度ですか？いやいや、まあ、僕はNHK とかでまあ仕事をずっとしてて、はい、で、やっぱりBBC って NHK の人はみんなここで言っちゃうのもなんですけど、はい、目指してるんですよ。やっぱり公共放送のあり方として BBC 本当素晴らしくて、内容も素晴らしいし、ネイチャー番組とかでもものすごい手間暇かけて作ってるんですね。だからやっぱりテレビ人にとっては憧れだし、我々視聴者にとっては、うん、やっぱり脳にいい、うん、これ言ってほしかったんですよね、はい、脳にいい番組を作ってるのが BBC ではないかと思います。先ほどトップギアのこともおっしゃってましたね。車のあれもまた毒舌の好きなことなんかね、トップギアは滝川クリステル様、男と一緒に見てるそうです。そうですか。男と言っても弟ですけど、いや、こういうこと言っとかないとほら、スポーツ紙とか帰ってくんないかなと思って。いや、弟と一緒に見てね、好きなんでしょ。やっぱり男性は番組大好きみたいで、もうハマっちゃうみたいです、ね、本当の弟かどうかまだ確認ないんですけど、まあ、本当の弟だと思います。そうみたいですね。いや、これで、じゃあ茂木さん、実際にここにですね、はいはい、ありますので、ちょっと手に取っていただきまして、このフルパッドっていうね、そうですね、今度発売されるタブレットビッシュフル使ってちょっといただきましょう。まあ、アプリがあるんですよね。意外とこうやってサクサク見れる、結構スムースにトントン動いていきますね。はいはい、ね、一番いいのはクラウドっていうことなんで、はい、例えばこれで途中まで見ますよね、例えばプラネットアースを途中まで見たと、見た、その続きをこの iPhone で外出先で見始めると、普通に考えたら今までだったら、あ、じゃあ何分何秒まで見たからそこまで早戻し、早回し、ね、その続きから見れるんですよ。止まったとこから分かります。で、ここで見て、まあ、帰宅途中で見て、それで家帰りますよね。で、また大画面に戻ろうかって言ったら、そのまた続きから見れると、これがクラウドってことなんですけど、まだ日本だと Hulu っていうのはそんなに日本人には知名度ないと思うんですけど、うんうん、そのうちおそらく Apple とか Google ぐらい有名になってくると思うんですよね、うん、だから黒船到来ですかね、うん、日本でね、いい意味での黒船到来、存在な、いい意味でのね。で、しかも BBC 作品を Hulu のサービスで見ることがですね、この脳科学的にとてもいいことがあるとお聞きしたんです。今日はその話を聞きに来ました。その辺をちょっとね、聞きたいんですけども、私もお願いします。滝川クリステルさんを見るのは脳科学的にとてもいいんです。まあ、いいんですか。ドーパミンっていう物質が出て、これ嬉しいんですけど、あ、そっちの方じゃないんですね。そっちの方じゃないんですよ。やっぱりBBC のコンテンツというのは、非常に感情表現が豊かで、特にドラマなんかはすごく豊かな感情を刺激しますし、動物の仕草とかすごく可愛いし、動物は止まりませんね。いいですよね、ネイチャーフィルム。いや、本当にあそこまでクローズ、彼らの表情はあそこまでこうつぶさに捉えられるというのは BBC しかないとは思いますけどね。じゃあ泣いたり笑ったりこう感動したりすることが、こう脳にどん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 刺激を与えるということですね。さて、本日はですね、さらなる素敵なゲストの方にお越しいただいております。なんと北極から、北極熊ですよ、皆さん。本当に、あららららら、南明菜さん、はい、このみちゃんがいらっしゃいました。はい、こんにちは、南明菜です。今日はありがとうございます。私基本休みの日とかお家で待ったりすることが多くて、だいたいゲームをしてることが多かったんですけど、Hulu があれば、これからさらにお家でのそのまったりタイムが充実しそうだなと思いましたね。なるほど。はい、今日は初めてのイベントでとても緊張しました。でもお母さんグマがいてくれてとても楽しかったです。皆さん Hulu で
クマさんを見てください。はい、ありがとうございます。かわいいですね。じゃあそれではね、フォトセッションに移りますので、白クマさん元でスタグくをもちまして終了となります。それでは本日お越しいただいたゲストの皆様にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。